ランチタイム。今日の食材を裏庭に取りに行こうと思います。覚えてる？ゴーヤカーテン。ゴーヤカーテンをね、今年は作ろうっつってやり始めたんですけど、実は裏庭の方がゴーヤがボーボーに生えてるんですよ。それを取ってゴーヤチャンプルー作ろうと思います。ランチ。台風の影響で雨が外めっちゃ降ってるんで GoPro で撮影します。ちなみに GoPro 最終的にこんなマウントになりましたよ。穴開けまくって、ほらダイビングのマウントに穴をボコボコに開けまくって、こういう仕様にしました。なぜかというと曇るんですよ。このパックの中に入ってると曇っちゃうからね、熱を逃がすために全部ボコボコに穴を開けました。すげえいい感じになりました。見た目悪いけど。ということでこれを持ってカメラスイッチ、カメラスイッチしてゴーヤ取りに行きます。 Let's go。 雨ですわ、めっちゃ降ってる。なんでこんな雨の日にゴーヤを取らないといけないのか。食材がないからしょうがないんですよ。 ここがね、全部これゴーヤなんです。すごくない？で、オクラとかはもう今年終わりましたね。まだちょっと生えてるけど、ほら。でも基本的にゴーヤです。今ほらここにもゴーヤここにもなってる。めっちゃできてる。あとここはね、全部シシトウゾーン。でもこの中にゴーヤも紛れてる。ゴーヤ&シシトウ、すごいでしょ。ほらほら、あったあった、ゴーヤ。これとりあえず2つあればいいかな。ゴーヤは今日はもう1つここにあるけど、まだいいや、ちっちゃい。ということでゴーヤゲット、ゲット。今日のランチはゴーヤと懐かしのスパム、これを使ってゴーヤチャンプルー作って食べます。一回全部戻して、はい、で、一旦今火を熱くし、ちょっと味見するか。味見。うまい。これはゴーヤの苦さがほとんどない感じ。ゴーヤとスパム、マジで合います、
庭に間引かれたゴーヤのゴーヤチャンプルいただきます。ちょっと塩気がスパムにある塩気が結構強いので、そんなに塩を振らなくても十分味付けがされてます。ゴーヤ2個、2個分。あのね、ゴーヤ2個だとスパムもうちょっと多めっていうレシピになるんだけど、少なめで正解でした。半分だったね。半分でいいね。レシピの半分でいい、スパム。大成功。食べます。うまい。豚バラよりうまい。なんかさ、しかも豆腐がさ、木綿豆腐じゃなくても大丈夫だね。大丈夫だね。いいよ。美味しい。鰹節がいいじゃん。そうだね。